No, right? Hello, everybody, it's Frank Atlas. 今回もですね、スペースエンジニアやっていこうと思います。前回はですね、あの出来損ないを作ったところで終わったんですけど、またですね、ボツにした動画のうちの一つにですね、あ、痛い痛い。宇宙の方に行ったら帰ってこれなくなるっていう致命的なミスがあったんで、ちょっとこいつをスクラップにしようかなと思います。もういい加減こいつにアイテム乗せるのもめんどくさいし、ていうか楽にアイテム乗せられるようにすればよかったのにね。まあ、こいつをちょっとスクラップにしようと思います。で、今回はね、そのスクラップ場を作ろうかなと考えてます。やっぱりね、作ったら壊すってのも大事なことですからね。で、そのスクラップ場をどうやって作ろうかなってことなんですけど、一応、スペースエンジニアの方、コレクターとかついてるんですよ。ついてるっていうか、あるんですよ。ですから、そのコレクターとかを利用してですね、コレクターの上にブロックを破壊するものを置いて、いらない船やその中に、ゴミ箱の中にシュートするような感じで作りたいなと思いますね。で、ここから、コンベアを伸ばしていこうかなと。どれだ、これだ。あれも意外と時間かかったけどね、やっぱり飛べないロケットはただの粗大ゴミですからね、ちゃんと使えなきゃダメなんですよ。コンストラクションコンポーネント足んねえか。でですね、そのゴミ箱の中にシュートしたら、まずコレクターの方を作んないといけないですね。これがどれぐらいの範囲で拾ってくれるかが問題なんですよね。ただおそらく、これが上に向くようにすればいいのかな。よいしょ。コンストラクションコンポーネントが買えなくなったわ。ねえ、しょうがねえな。ちょっとコンストラクションコンポーネント500個くらい注文しとくかな。これ一応コーポレティブモードにしてるんですけど、なんか早くなったような気がしないんですよね。もうちょっと早く作ってほしいな。ちょっとあそこの方からも飛び出してくるか。こっちの方にもね、一応ね、宇宙に永住しようかなと思ってアイテム突っ込んだんですけど、あれ入ってねえや。マジか。この中にも入れてない状態だったんか。まあそれだったらそれでいいや。これで足りるかな。 OK、 耐えた耐えた、よかった。でですね、その後はプロダクションブロックだったかな、違うな。一応グラインダーみたいなブロックがあるんですけど、これかウェポン&トゥールズの方か。これのグラインダーを使おうかなと思います。
丈夫、こぼれないようにどうしようかな。こう置いてみるか。で、ここの上にグラインダーを乗せてみると、あ、でも結構でけえな。もう一つちょっと横にずらすか。じゃん、この上に伸ばしていってと。ここも一応またさっきみたいに下みたいに、今立っているところみたいにね、滑っても大丈夫なように、滑ってじゃなくてこぼれないように下上げてと。ついてんな。だとするとちょっとプラン変えよう。こいつの上に乗せるんだ。で、ラージスモールチューブがちょっと必要だね。じゃあこれ、ここにもくっつけてと。ちょっと向きが違うのはもう愛嬌だな。うん、これコレクターみたいに取ってくれるよね。邪魔だな。じゃあここの米屋の方も後で移動させとかないといけないかもな。まあいいや。でこんな感じでちょっと作ってみようか。意外と難しいものだな、中向き合わせるのが。これでまあ上の方にくっつけ、伸ばしていけば一応取りこぼしがないのではない、ないのかなと思うんですよね。いや、ちょっとこっちのベースの方もでかくなってきてちょっと嬉しいですね。いずれは宇宙の方とかに本格的にベース作りたいなと思ってるんですけどね。よいしょ。こっちか。で、こいつらをオンにするにはまたコンソールとかにオンにしないといけないんだよな。で、常時オンになっているとちょっとうるさいと思うから、センサーでできるかな。こっちだっけ、 S だったね、センサーは。これだ、これ、これを試しに置いてみるか。ラディオコミュニケーションとディテクターコンポーネントか。ディテクターはないか。ディテクターをつけないとダメか。どれだディテクター。
あれどれだ、デテクターコンポーネントが見つかんねえな。ああこれか。ああそういうか、そういうことか。なんだっけ、鉱石とか見つけるときに使うものがこれだね。センサーでこれはセットアップアクションかな。あそうだって、グループ化させないといけないか。じゃあグラインダーをグラインダース、スクラップだな、グラインダースクラップって名前にして、でセンサーセンサーこれだ、これでセットアップアクションでグループからグラインダースクラップってトグルオンオフ、これかな、これでいいのかな。でディレクトプレイヤーオン、フローティングオブジェクトオンかな、スモールシップオンだ。でステーションをオフにして、プレイヤーオフにしちゃってもいいか。これでどれぐらいの範囲になるかなんだけど、ビジュアル化されねえかな。10メートルにしてみるか。バックはいらねえからフロントだな、特に大事なの。フロントも10メートルにしてみるか。これでちょっとクマンバチ、あでも怖えな。あいた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 。ここ蓋しちゃえばいいか。ちょっとこっちにして潰しちゃってるけど、とにかく最初にテストしたいんで、よいしょと、これでいいか。セーブどれぐらいで遡れっかな。クイックロールできるかな。ちょっと結構戻っちゃったら、やり直しておきますね。あーセーブするの忘れてたな。 OK、 なんとかここまで戻ってきました。スクラッパーの方ですね、スクラッパーというか、まあ、スクラップヤード、まあ、グラインダーの方をなんとか用意してきてですね、これからちょっと、まあ、今セーブしといたので中に入れてみようと思います。これでうまくねセンサーが機能すればいいんですけど、さてどうでしょう。危ない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 、ちょっとこれ難しいな。これでつくと思うんだけど、ついたかな。あついた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 。ちゃんと機能してるみたいですね。あとはもうじゃあこいつを中に入れてと仕事させてしまいましょうかね。
でもうまく入んねえな。よいしょ。来た。これでうまくいくと思うんですよね。スラスターの方を奥にするな。いろいろと飛んでってんだ。あ、痛い。もうちょっとなんかあの範囲が広くてとかあれだな。グラインダーが。回収もしてくんねえな。やっぱりグラインダーは横に置くべきなのかな。うん、あれでいけると思ったんだけどな。下の方になんかね、あるからね。あれも結構持ってきてるような気がするんだよな。ああ、オフになったか。オッケー。ちょっとあそこもリファイニングが必要だけど、いい経験になったな。オッケー。これで失敗作あそこの中に放り込んでしまえばね。なんか、いくらか飛び散ってしまいますけど、ちゃんと帰ってくるんで、いちいちね、自分の手で崩さなくてよくなるんで、楽になりましたね。よし。じゃあ、今回はあそこのグライン、まあ、スクラップヤードを作ったところで終わりにしようかな。もうちょっとあれもうまく作れたらいいんですけど、それもまた新しいベースでですね。あ、プレイヤーもいるとなんか鬼になるのか。デテクティプレイヤーオフ。まあいいや。じゃあ今回はここまでにしましょうか。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらですね、また次回見ていけたらいただけたらなと思います。次回もまた再び宇宙に行けるロケットとかも作ってみたいなとは考えてはいます。ということで今回はここまでにしましょうかね。言うの2回目だね、ごめんね。じゃ楽しんでいただけたら幸いです。よかったら評価とかコメントいただけたらなと思います。それじゃあ、バイバイ。